20代の時に〇〇を見つけないと人生の落とし穴にはまってしまうはいこんにちはライフコーチのミスターオカチです本音できるための行動習慣やライフスキルをマックスと一緒に紹介していますはい人生の落とし穴にはまっていました 20代の時です、えー、営業マンとして外資系の製薬会社で働いていました、えー、何もわからなかった僕はとにかく一生懸命がむしゃらに仕事をこなしました毎日与えられる業務毎日与えられるノルマを誰よりも早くやるんだってでもちろん短期的な結果は出ましたこの和歌山で一番その結果を出すことはできたただ 今自分がやっていることとこれから自分が進みたい道っていうのが何かこうずれているような気がしてでも自分自身どこに進みたいのかわからない進みたいのかわからないけど今与えられるノルマをやらないといけない5校上10校上15校上の課長部長支店長の人生を見た時に僕はその人生を歩みたくないって思ったんですよその人はその人で幸せだでも僕自身がそこに行きたいかとなると NO でした。 なのに今与えられるノルマをやってもその先に課長部長支店長の人生があるならこれをやる意味ってあるんかなと思ったんです人生迷いました自分探しの旅、どれだけ探そうとしても見つからない完全に落とし穴にはまってしまいました仕事のパフォーマンスが落ちてそして結果も出なくなった はいということで今日はもし40歳の僕が20代の自分に会って何か一つ伝えることができるとするのであればメッセージを送るとするのであれば〇〇を見つけろそのように伝えます今日はこんな感じで20代の時に絶対にすべきこと。 といいいうのを紹介したいと思いますこの動画を最後まで見ていただけたら人生に迷うことなくやるべきことに全集中できてあなたが望む結果を手に入れそして自分らしい人生を歩むことができると思いますので最後までご視聴ください。はい、ということでこのチャンネルではあなたがあなたらしく生きるための考え方行動習慣そしてライフスキルを全力で紹介しています。えー、興味があある方はチチャンンネル登録ボタンをポチッとと押してください SNS でも毎日 配信しててますので概要欄からつながってくださいはいということで本題に戻りましょうえ本題それは20代の時に絶対にすべきことこれです、ね、これ絶対にした方がいいですよねどうでしょうバンメンターを見つける そうなんですよ。メンターというのは自分の憧れの人であったり理想の人こんんななななな人人人ににりりたたい、いいあとう人で,すでロールモデルと違うのはロールモデルっていうのはあんな人になりたいなって思う人っていうこのモデルだけなんですけどモデル を見つけけけるだけなんですけどメンターというのはその人との関係性がちゃんとあるということですね。身近であっていつでも聞けるということです。例えば僕だったらブルーハーツの河本博斗、とと僕のロールモデルなんですけど、ロールモデルなんですけど、いつ,いつでも話せないじゃないですか。ね、だかそのロールモデルとメンターの違いというのはそこにあって、メンターというのは憧れの人であり、いつでも相談できる、そんな関係性、双方向の関係性がある、えー、方、人というのがメンターというふうに僕は考えております。えー、これは、ね 35歳って聞いてくださいもう35歳ぐらいまでね、まあ、メンターいなかったですよもう正直もう,もう自分が考えて自分でやるんだみたいな感じでもう自分で道を切り開いてきたみたいな感じになってるんですね別にそれはそれで悪くはないんですけど本当にいろんな失敗をして、えー、もっとああやったらよかったのにこうやったらよかったのにって今やったら思うことでたくさんあるんですよそこでダメになった人間関係もう,あもう連絡も取れないような関係の人もたくさんいるし、はい、だからこのメンターを見つけてすっごい大事なんですねで僕は37歳 ぐらいな37ぐらいの人時にメンターっていうの方に出会って、えー、出会ったっていうか見つけてその人と関係性を育むことができてその人から教わったことはこんなこと言われました「登りたい道があるなら登ったことのある人に聞け」「登りたい道があるなら登りたい山か」「まあいいや登りたい山があるなら登ったことある人に聞け」 こというかこの人が言いたこの方が言いたかったのは自分が本当にやりたいことっていうのは自分の中にある自分で考えて決めること。でもそのやりたいことに 到達するためのそのそ道っていうのは自分のの外側にに山ほどあるからその人に聞けっていうことなんですよ自分がやりたいことは自分の中にあり自分がやりたいことを実現するための方法は自分の外にあるということなんですよ。そうですよねだから自分がアメリカに行きたい大阪に行きたいそして白浜に行きたいどこに行きたいのかは自分の中に答えがあるそれが例えばアメリカやったとしてアメリカに行くためにアメリカに行くための方法っていうのはもうすでに やろえー、飛行機っていうものを開発してくれてる人いるわけじゃないですか自分がアメリカに行くための方法で飛行機を1から作る必要はないんですよもう既にある飛行機を予約したらいいんですよねで1からね努力して走ろうと思って、えー、と家,突っ走家を、ね、飛び出してね走っても海を越えられないんですよね 海があるから、走るだけじゃ無理なんですよ。だから、アメリカに行くための方法は、もうすでにね、開発されているので、それをね、使ったらいいんですよね。自分の外側にあるんですよ。だから、何をやりたいのか自分で決める。でも、そこに行くための方法は、自分の中になくてもいいんですよ。自分で考えなくて、自分で決めなくてもいいんですよ。自分の外側に答えがある。ググったらいいんですよね。そういうことなんです。そういうことは、ちょっと締めましょうね、ここね、さびからちょっと締めると。はい、そういうことで。 えー、だからそ,のそういうメンターを見つけるメン,メンターっていうのは自分がやりたいことをもの手に入れてる人自分がやりたいなと思う っっっってててててて思ううことをを実現しいるる人でですすすそそそののののメンターはその答えを知ってますどやくか道んだからそのメンターを見つけてメンターに教えを請うということこれがとても大事なんですよできれば自分の身近な、えー、と職場であるっていうのが理想ですよねいつでも相談できるじゃないですか、えー、仕事で悩んだことっていうのをその相談できるので職場の中で見つけるっていうのも理想なんですけどこれが難しかったら職場の外でも OK です、はい、職場の外でもいいのでできるだけいつでも相談できるそういう身近な人の中で でこういうよういいいよよな考え方いいよねこんな働き方、こんな生き方いいよね、こんなやり方いいよねっていうのをことをすでにやってる人見つけてください。で、その人とね、関係を作ってください。これ、とても大事です、ね。なぜならメンターっていうのも大切な時間があるわけで、その人に教えてください、教えてくださいだけやったら、なんか鬱陶しがられるじゃないですか、嫌がられるわけじゃないですか。それテイカーっていうわけじゃないテイカーですよね。えー、相手から奪ってしまうエネルギーとか時間とかお金とか、奪う人っていうのテイカーっていうんですけど、テイカーっていうのは嫌いで われちゃうんですよねその低下な状態やったら関係が,つなが結べないんですよだから何かメン,ターにメンターを見つけたらそのメンターに教えてください教えてくださいだけじゃないその人に対して何かを与える自分ができること絶対あるんですよ今の自分のリソース時間やお金や能力そして資源を使ってその人に与えられること絶対あると思うんですよねだからまず自分が与えるっていうことでその関係性を作っていくこれとても大事なんですよね ね、もうどんなことでもいいんですよもう雑用手伝うとか自分代わりにやってあげるとかね、まあ、コピーを取るとかそんなことでもいいしなんかコンビニでねちょっと高いチョコレート買ったからそういう一つあプレゼントするとかねまあどんなことでもいいんですよ引っ越しの手伝いするとかね自分ができること絶対あるはずなんですよ能力がなかったとしても時間があるこの体があるんですよ体を使って時間を使ってそのメンターにプレゼントをすることはできるんですそうやってまず先に自分が与えていったらメンターも教えてくれるようになるのでそういうふうにこう双方向の 与え合いいいの中でいい関係を築くゆうがさん、プロテインありがとう。これ、僕の朝ごはんですあーしい、はい。ということなんです。で、これね、僕のメンターから教わったことなんですけど、これ、一つおすすめの方法があって、メンターとね、関係を築くということで、あのー、ランチをおごるということです。 ランチをおごる、まあ、夜ご飯んおごってもらったりね、やろ、い、え、い、ー、お寿司屋さんとか、カッポ料理とか連れて行ってもらうこともあると思うんですよ。それもおごりじゃないですか、大概ね。おごってもらうじゃないですか。だから、夜ご飯をね、どっかに連れて行くってなかなかね、難しいと思うんですよね。まあ、20代だからお金もないしで、おごってもらったら向こうも気使うわけじゃないですか。いや、俺が出すでってなるんですよ。でもランチやったらせいぜい1,500円でしょ。高いところでも2,000円とか3,000円じゃないですか。そういうところに、えー、自分からランチ行きませんか今日給料入ったんでおごりますって言って。 日頃お世話になってるんで今回は僕がおごりますって言ったらすごいね嬉しいんですよねランチぐらいやから気使わへんしあちゃんと何やろちゃんとんやろうこう自分のこと大切にしてくれてるんやなってメンターでも思うやろうし思う,思うやろうしだからちゃんと自分からランチに誘うっていうのはすっごいおすすめですねはいということですそんな感じかな言ったこと言ったかなはいだから そうなんですよね、えー、あ,あと1つ、これめちゃめちゃ大事ですねで。メンターから教わったことあるじゃないですかこれ、こういうのやった方がいいよとか、教わったこととか、誰か人を紹介してもらった、そういう時は、人紹介してもらってで、その人と何か発展があったら、ちゃんと報告する、発展がなくてもいいですよ。例えば、えー、その方にメールを送ったんですけど、えーおお、断られましたとかね、その人とメールを送って、今度会うことになりましたとか、どんな些細なことでもいいので、何か紹介してもらった人があったら、その進捗を報告したりとか、教したりとか。 教えてもらったことがあったら、それをやったらやったってことをちゃんと報告する。これね、本当に大事なんですよね。聞きっぱなしとか紹介されっぱなしやったらね、もう、あのー、どうなったんかなって気になるんですよ、やっぱメンターはね。あのメンター気になるので、どそれをちゃんと。 それを、ね、どうなったったて自分からも聞きにくいんですよ聞きますけどね。聞きますけど、聞きにくいんですよ。だから、与えてもらったら、それがどうなったかって、ちゃんと報告する。これ大事ですよ。で、報告して、ちゃんとお礼を言う。そうするから、また教えようとかね、また紹介しようっていう気持ちが湧いてくるんですよね。これとても大事です。で、えー、一番の恩返しっていうのは、自分がちゃんと成長して、自分が望みを叶えるということ。あなたが望みを叶えるその姿が恩返しになり、その状態の時に、あなたの後輩であったり、 年下の人に、あの人メンターになるということ。それがね、一番の恩返しになります。メンターに返そう、返そう。これも大事なんですよ。でも、一番大事なのは、あなたが望みを叶えることであり、そして叶えたときに、ちゃんと後輩のメンターとして、ちゃんと後輩に与えるということ。それが一番の恩返しになるんじゃないかなと思います。はい。ということで、今日は、20代の時に、結果を手に入れるために、20代の時に成功するために、幸せになるために、結果を手に入れるために絶、絶対に、 対にすべきことっていうのを紹介しました, <laughs> しましたそれはこれですねじゃん メンターを見つける、はい。メンターを見つける。これ大事です。メンターというのは、自分がやりたいことをすでに叶えている人です。その人との関係性を築いて、その人に、えー、自分が考えていること、でえー、自分が、ね、悩んでいることで相談しましょう。ね、そして、えー、どういうふうにやったらいいのかってもうも具体的に聞くんです。もうもう考える力は大事ですよ。でも、シュ、ってあるじゃないですか。守って、破って、離れる。やっぱこれが大原則なんですよね。経験がない状態で考えろって言われても、想像しろって言われても、難しい 難しいんですよだから最初は「守守」メンターの教えを徹底して真似するちょっと思考停止でもいいんですよその時はちゃんと教えをこうってまずはとにかくやってみるでやってみたらあここ違うかなここ合わへんかなっていうのがちょっとずつ見えてくるんですでそうなった時に破る自分のオリジナリティをちょっとずつ加えていくで最終的にはメンターから離れて自分らしい商品自分らしい道を歩んでいく「守」「張り」これとても大事なんです最初は守る段階とにかく教えを実践するということ これとても大事だと思うのでまずはメンターを見つけてその人との関係性を育んでくださいはいということで少しでも勉強になったためになった、えー、おかちがんばれマックス今日もいいねという方はチャンネル登録ボタンを押して,てチャンネル登録これ,ちこ,れ、ね、これはいいねボタンですいいねボタンを押してもらえたら嬉しいですあとこのチャンネルではねあなたがあなたらしく生きるためで最高のあなたを表現して仕事をするためのライフスキルを全力で紹介しています、えー、よかったらチャンネル登録ボタンをポチッと押してもらったら 最新動画を見逃さないのでよろしくお願いしますはあジエンド、それではワンダフルな一日をお過ごしくださいバイバイ今日もありがとうございます